カレー目。カレー目、学名は、甲骨魚類の分類群の一つ。にア目14か134属で構成され、カレーヒラメ牛の下など、海底で暮らす、訂生性,性の魚類を中心に678種が記載される。ごく薄い扁平な体と左右どちらか一方に、偏った両目を特徴とし、水産資源として、重要な食用魚が多数含まれる。 カレーメの魚類は、ほとんどが海水魚で、沿岸の浅い海から深海まで幅広い分布域を持つ。約1 0種が淡水のみに生息するほか、20種程度が時折、淡水域に進出することが知られている。海底付近で、あまり遊泳せずに暮らす、低生魚のグループであり、水底で遊岸側が上になるように横倒しになって、生活する。泳いで移動するときも、 遊眼側が上、胸側が下となっている。一般的に両目は大きく体側面から突出しており、体を砂地に潜らせた状態でも周囲を見渡すことができる。卵は分離性浮遊卵で沿岸から離れた沖合の表層で孵化する。稚魚は一般的な魚類と変わらない形態を持つが、成長につれて体の扁平化と眼球の移動が生じ、海底に着床する。 この変態の過程で、沖合から沿岸に向かって、雪眼回遊を行う者もいる。カレー目は、他の一般的な魚類とは異なり、左右非対称の体を持つことが最大の特徴である。通常は、頭部の左右に一個ずつある目が、左右どちらか、片側に二個とも集まっている。このため体を、側面から見ると、両目のある側、右側と、 目がない側、胸側に分かれている。有眼側には、褐色から黒色など様々な体色があるが、胸側は白っぽい色をしていることが多い。カレーメ魚類は著しく左右に平たく側平たした円形から楕円形の体型を持つ。有眼側はやや丸みを帯びる。一方、胸側は一様に平たい。左右非対称なのは、目の位置と体色だけではなく、内臓も、 胸側に偏っている。背びれとしびれの規定は非常に長く体の上縁と下縁の大半を覆う。鱗の形状は縁鱗、クシろこ、くなど様々。エラ上骨は通常6から7本で稀に8本。ほとんどの場合、生魚は表を持たない。左右非対称が特徴のカレー目だが、生まれたばかりの死魚は普通の魚と同じように、 左右対称の体を持つ。死魚は体長5から120ミリメートル、一般20から25ミリメートルが多いに成長した時点で変態を行い、片方の目が反対側へと頭頂部を越えて移動する。右側に両目の集まった個体を右側眼デクストロール、左側の場合を左側眼シニストロールと呼び、通常は種によっていずれかに定まっている。 変態の過程では、頭蓋骨、神経、筋肉の複雑な構造変化が生じることが知られており、死が発生、うろこの配列及び体びれの構造にも、非対称化の影響が認められる。俗に、左ヒラメに右カレーと言われる通り、ヒラメとカレー類では、遊眼側が左右逆になっている。一般的に、カレー類は、体の右側に目を持つ、右側眼、ヒラメは、 左側眼である。言い換えれば、目が上になるように置いたとき、頭が右向きになるのがカレー。左向きならヒラメであるとされる。ただし目の向きが逆の個体がしばしば見つかり、少数ならば、ただの気形であるがぬガレー。カレーかなどし神経の走り方からすると右に目がある。仲間のはずなのに、アラスカ沿岸の7割と、日本近海のほぼ全部が、 左側岩と奇形の方が普通という状況で、他にカレー目全般の祖先型に近い坊主ガレーも、右側岩と左側岩が,がほぼ同数である。また、ヒラメはカレーより大きいとも言われるが、これにも例外がある。カレーの仲間のお表は、体長2メートル、体重200キログラムに達するものもある。決定的な違いは、食性と口の形である。カレーの仲間は、 砂の中の小さな虫を食べるため、口は小さい。一方ヒラメは小魚やエビなどを捕食するため、口は大きく。このため、東北地方では大口ガレイという別名がある、鋭い歯が生えている。ただしこれも厳密には例外があり、前述の坊主ガレイはカレイと名がつくが口が大きい。カレイ目にはネルソン2006の体型において、 坊主ガレイアモク、カレイアモクの2ア,アモクのもと14か134属678種が認められている。日本で食用魚として馴染みの深いカレイヒラメ類の多くはカレイアモクのカレーかヒラメ科にそれぞれ属する。本目そのものの単系統性は確かなものと考えられているが内部の系統関係については1990年代以降 大幅に変更が加えられている。牛の下の仲間はかつて独立の牛の下アモクとしてまとめられていたが、ネルソン2006以降は、レーアモクに含められるようになっている。従来から用いられていたヒレのトゲ状のウムやオヒレの骨格に加え、第一脊椎や背びれを支える骨格の形態などが新たな分類形質として利用されている。ボーズガレーあもくは、ボーズガレーかのみ、 一か一族三種からなる。骨格上の特徴として、元腸径骨及び鋼外骨の葉を持つこと、上手上額骨が大きいことなどが挙げられる。坊主が例かは一族三種からなり、他のすべてのカレーメ魚類の起源となったグループと考えられている。同じ種類でも目の左右は一定でなく、右側眼と左側眼の個体がほぼ同数現れる。 背びれの前端が目の位置よりも後方にあること。背びれ、尻びれ、腹筋に棘状を備えることが、たには見られない原始的な特徴である。腹筋はほぼ左右対称で、体長は60センチメートルほど。上あごを構成する骨の形態から、鈴木瑠との近縁関係が示唆されているほか、フランスの上市新世の基礎から発見されたという、化石魚が目こそ頭の左右にいるが、 坊主ガレーとマトウダイ双方に似ていることから、鈴木目から進化した魚のうち途中から、マトウダイと分かれた系統がカレー目ではないかという説を、松原清松は挙げている。カレーアモクは3条か,か13か133属675種からなる。坊主ガレーアモクとは異なり、背びれの前端は目の位置に達し、背びれと尻びれは南条のみで構成される。 元上径骨及び鋼蓋骨の葉を持たず、上手上顎骨は、痕跡的あるいは欠いている。苔ラメ上下は、苔ラメ下のみ、一下五族六種で構成される。背びれ、尻びれのトゲ状は失っている一方で、腹器にはトゲ状を残しており、カレーア目の中では最も坊主ガレーア目に近い、一群となされている。苔ラメ下は五族六種。 日本からオーストラリアにかけての西部太平洋、インド洋、地中海に分布。鱗が大きく、特徴的で、腹きの規定は短い。左側岩、右側岩の両方の種類がいて、種の中では、向きが統一されている。牛の下上下は8か65族356種を含む。パラリクトデスカは一族1種。右側岩で、南アフリカ近海に分布する。 以前は、加齢化に含められていた。背びれの基部は、目の手前にある。アキルスカは7属33種で構成される。右側岩。南北アメリカ大陸沿岸のみに分布するグループで、ある。ほとんどが海水魚だが、寄水、淡水域に侵入する種もいる。本家及びサウシの下か、牛の下かはかつて牛の下あもいわゆる、下ビラメ類としてまとめられていたが、 現在では、カレイアモクに含められている。本科魚類は、牛の下類としては、体高が高く、体が、円形に近い種が多い。背びれと、尻びれは、尾ひれとは、連続しない。遊岩側の腹びれは尻びれと、連続する。ロンボソレアカは、九族十九種からなる。右側眼。分布は、南半球に限られ、オーストラリアニュージーランド近海が中心。腹は、 左右非対称で、右顔側の規定が長く、尻びれと連続する種類もいる。元は、カレー科の一赤であった。アキロプセッタ科は四属六子を含む、左側岩。南半球のみ、特に南極海周辺に分布する。極端に平べったい体をしている。胸びれを描くという、際立った特徴を持つ。かつては、ダルマガレー科に所属していたが、 肉缶骨を持たないなど、形質の違いが多いことから独立のとがとされた。ベロガレイカは山賊20種。ミニガワ側ガ岩。熱帯、温帯域の深海に生息する。側線は、対価的な場合がある。以前は、カレイカに所属。カワラガレイカは山賊20種で構成される。ミニガワ側ガ岩。熱帯、温帯域の深海に分布し。 日本近海からは河原ガレー一種のみが知られる。かつてはカレー科に所属していた。背びれの基部は目の直上にある。笹牛の下川35族130種。右側岩。世界の熱帯から温帯域の沿岸に分布し、水産資源として重要な種類を多く含む。日本近海には笹牛の下、島牛の下、南牛の下など生息する。 背びれ、尻びれが、尾ひれと、連続する種としない種がある。腹びれと尻びれは、連続しない。独占を持つ種類、パーデグイラスマーマータスが知られる。牛の下皮に赤三属百二十七種。笹牛の下加藤は反対に、左側岩である。胸びれを嗅ぎ、尾ひれは小さく背びれ、尻びれと、連続する。目は極端に小さく対価的である。 アカシタビラメ、イヌタ、クロウシの舌などが食用として利用される。体長は30センチメートルに満たない種類が多い。カレー状化は4六63属313種を含む、スコプタルムスカワ4属8種からなる。左側岩、大西広市北東部を中心に分布する。左右のエラ膜が融合しないことが、他のカレー状化の仲間とは異なる、原始的な特徴である。 腹びれの規定は長い。西欧ではターボットと呼ばれ、水産資源として重要視されるが、日本近海には分布していない。最大で体長1メートルに達する。ヒラメ科は16属105種で構成される。ほとんどの種類は左側岩。熱帯から温帯にかけての温暖な海に生息する。一般的に口は大きく、鋭い歯が並ぶ。腹期は規定が 短く、ほぼ左右対称。ヒラメ、ガンゾウビラメ、タマガンゾウビラメ、テンジ軸ガレー、メガレーなどが食用魚として漁獲される。ヒラメも参照のこと。120属160種からなり、カレー上化の中では最大のグループである。ヒラメ科と同じく、左側ガンで温暖な海に分布する。腹気は左右非対称で、遊顔側の規定部分が長い。 筋肉の中に肉管骨と呼ばれる小さな骨が多数存在しているため、食用として利用されることは比較的少ない。ダルマガレー、トゲダルマガレー、コ戸ベダルマガレーなど、カレーカワゴ赤23属60種を含む、目は原則的には右側、例外は沼ガレーなど、腹器は左右対称で、側線は体の両側でよく発達している。 食用魚として重要な種類が多数所属する。ヒラメカとは異なり、北半球の寒冷な海域を中心に分布する。大型の口を持つ魚食性の種類、カラスガレイなどと小さな口の小動物食性の種類、マガレイ、マコガレイなどがいる。カレイも参照のこと。次のような系統樹が得られている。ヒラメカは少なくとも二つのクレードに分割される。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。